ハンスブルのッツはドイツの地質学者、古生物学者であるアルテンブルクに生まれたベルリン大学とイエーナ大学で学んだフリードリッヒ・アウグスト・クベンシュテットの下で地質学の知識を得た1837年に博士号を取り1850年にドレスデンの王立工業技術学校の地質学の教授となった1857年に王立工物学 地質学博物館の館長となり1894年までその職にあった。ザクセンの石炭機や白亜機の岩石や化石、ベルム機の動植物の研究を行った。シルル機の地層の筆石の研究を行い、アルタイ山脈やネブラスカの石炭層形成の研究を行った。学術師のイエス・ジャブクの編集者の一人である。息子のフランツ・オイゲン・ガイ・ニッツも地質学者で、 ロストック大学の教授となった、など、ありがとうございます。